はい、ただいまご紹介されました響と申します。私たちはですね、毎年9月に新潟で行われる新潟総踊り祭りという祭りの運営をしておりますホストチームでございます。ご紹介いただいた通り、全国からですね、集まったメンバーで作り上げている手作りのお祭りでございます。で、今年、今そうですね、これを発表させていただくのが、花鳥風月という4部作の中の3番目の風という作品になります。茶道袈裟ですとか三三七拍子といった日本らしさ、そして力強さを表現している作品になっております。皆様に熱いエネルギーをお届けできますよう、全身全霊込めて踊らせていただきます。どうぞ5000円のほどよろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございます。